どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品を中心にレビューをさせていただいているチャンネルです。このように再生リストまとめさせていただいております。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。今回なんですけども、実はですね、以前から動画の中でも何回か説明をさせていただいているんですけども、僕、絶賛、引っ越し作業をやっております。次の引っ越し先は、広島になるんですけども、2階建てなんですよね。で、2階建てなので、今の家は1階のワンフロア式なので、ロボット掃除機1台で済むんですけども、次の引っ越し先だと2階建てなので、やっぱり2台必要になってくるんですよ。で、今回は2個目のロボット掃除機としてミドルスペックぐらいでもいいから使いやすいのないかなっていう風に思っていたところ、実はですね、 Dbot の N20 Pro Plus っていうものをご提供いただいたので、今回そちらをですね、ちょっと実際使ってみようかなっていう風に思います。こちらの商品、現在 Amazon の方で販売をしておりまして、この掃除機、何が面白いかっていうとですね、サイクロン全自動ロボット掃除機になってるんですよ。今のロボット掃除機ってサイクロン掃除機にはなってなくて、通常のロボット掃除機で中にエアパッ、ダストパックがあって、それで吸い上げるとかをするんですけども、今回のこれに関しましてはダストパックがなくて、サイクロン自動集塵機能っていうのが備わっていて、それによってゴミをしっかり貯めることができる。で、なおかつ今回のロボット掃除機に関しましても、毛がブラシに絡みにくい構造をしているため、そういった意味ではメンテナンスもしやすい製品になっています。8000パスカルの強力な吸引力も備えている Dbot の N20 Pro Plus は、一般的なロボット掃除機のスペックの中で考えると、まあ高スペックまでないけども、ミドルスペックっていうところでは確実にね、立ち位置としては存在してるんじゃないかなって感じです。で、今回の製品、吸引&水拭きもできる機能が、備わっているみたいなので、ぜひですね、最後まで気になったら見ていってください。で、値段帯っていうところなんですけども、6万円台で買える形になっているので、ミドルスペックの中では結構安い方かなっていう風に思うので、比較的、家の中にも取り入れやすいかなという風に思います。それじゃあ早速、商品の方を見ていきましょう。お待たせいたしました。こちらが Dbot N20 Pro Plus というですね、今回ご紹介するロボット掃除機になっております。梱包状態の箱は結構大きくてですね、届いた時ちょっとびっくりするぐらいのサイズ感です。で、今回のこの製品、付属品とか、そういったところに関しましても結構充実しております。付属品と入っているものに関してはこんな感じで、マニュアル本体とですね、あとドッキングステーション、あとは、こういった形のですね、水拭き用のものだったりとか、そういったものがいろいろついてくる感じです。比較的本体に関しましては、大きさ的にはちょっと若干大きめの部類で、ドッキングステーションがちょっと、こちらはですね、特徴的です。右の方にですね、こちら、サイクロン掃除機とかによくついてあるようなゴミを、こう絡ませないようなですね、部分がついていて、ここが今回の大きなミソになるんじゃないかなっていうふうに思います。ほぼ全部盛りのね、今回製品になってるので、水拭き用のタンクがステーションにないという点以外はですね、最上位機種並みと言えるぐらいのですね、まあ、いわゆるロボット掃除機の立ち位置です。で、今回のこの製品なんですけど、主な特徴としてはですね、サイクロン自動集塵で、ゴミ袋の、交換が不要。で、可視化できるゴミの容量。さらには、8000パスカルの強力吸引が、期待でき、排気も綺麗な4段階のゴミ収集ができるといった感じです。ちなみにスペックとしてはこのような形になっておりまして、まあ結構ね、スペック的にもですね、掃除機の、ロボット掃除機の中では、吸引力とかそこら辺のところがですね、強い、立ち位置になっていますので、そういった意味ではかなりね、期待ができるんじゃないでしょうか。外観的なスペックのところをご紹介させていただくとですね、ホワイトで統一されたデザインになっていて、まあ、とてもシンプルな印象で、綺麗めな、家電の見た目になっております。サイズ感というところで言うと、356×451×380 という形になっていて、まあ、そこまで場所も取らないという形で、今僕が置いてあるのがスイッチボットのですね、上位機種になるんですけども、それと比べてもですね、かなり小さい印象で、まあ、
起きやすいなというふうに思いました。今回のこの Dbot N20 Pro Plus に関しましては、一番の推しポイントは何かっていうと、サイクロンの自動囚人機能かなっていうふうに思います。これがついていることによって何がどう違うのかっていうと、今の、ロボット掃除機の、そのゴミをね、溜め込むシステムってほとんどが紙パック式なんですよ。で、紙パックが今回このサイクロン自動囚人になることによってですね、交換不要になってるので、個人的にはゴミの捨てやすさっていうところでは大きな利点になってるかなと思います。で、紙パックは公式サイトで除菌タイプを購入すると、機種によってはですね、だいたい1パック1000円近くするので、それがいらないので、経済的ではあるかなと思います。で、今回この商品に関しましては、紙パックないけども45日間ゴミ捨てが不要っていう形になってるので、結構ゴミのタンクも大きいんですよね。なのでゴミ捨て頻度が多くなるっていうわけでもないのが今回のこの製品のいいところですね。で、これゴミを捨てるのに関しましても、すごい捨てやすい方法になっていて、そこら辺のところに関してはですね、ちょっとまず掃除してみてですね、ゴミが溜まった状態で皆さんにお見せしようかなっていうふうに思います。じゃあ早速なんですけども、こちらの製品ですね、掃除を開始していこうかなと思います。まずこちらの製品、アプリケーションが存在しまして、アプリケーションとしてはこちらのアプリを、取っていただきます。で、アプリケーションのガイダンスに沿ってですね、アプリとロボット掃除機をペアリングしてあげて、で、様々な設定が終わればですね、使うことが可能です。スクリーンショットを撮ったので、こちらをご覧ください。こちら、実際のアプリの中身にはなるんですけども、一番上から全体掃除は掃除を開始するってことですよね。で、吸引力に関しましても、こと細かく、できまして、4段階、一応調整ができます。で、水量っていうのは、これはモップの水量になるんですけども、水拭き水量も3段階設定できるので、しっかりウェットに拭きたい場合と、空拭きっぽくしたいっていう場合とかもできます。あとは、モップの振動数が2段階に調整できて、清掃回数においても1回、2回と、選択ができます。で、あとこちらの製品はですね、繰り返し、掃除の予約っていうのもできる形になっているので、毎日ね、12時に掃除するとかそういったことも予約できますし、清掃設定っていう形でですね、こちら、侵入禁止エリアの設定とかもできる形になっております。じゃあ早速なんですけど、こちら、ロボット掃除機をオンにしてみましょう。稼働させた感じとしては、まず最初にですね、こちらマッピングを行います。マッピング精度は非常に高くてですね、上のこのレーダーがあるんですけども、瞬時にですね、部屋の中をスキャンしてくれるので、そういった意味ではマッピング技術はですね、かなり高いんじゃないかなと思います。実際の僕の部屋とこのマッピングした後の部屋っていうのをですね、比べてみても、そこまで差異はなかったので、かなり技術的な進歩っていうのがロボット掃除機業界っていうのもですね、進展してるんだなっていうふうに思いました。ちょっと音とかそういったところも皆さん気になると思うので、吸引力っていうのをそれぞれですね、試してみようかなと思います。まずは静かです。
どうです？結構音に関しては静かなモードにすると夜とか寝てる間とかに掃除機をかけていただいてもそれほどね苦じゃないんじゃないかなっていうふうには思います。で、水量に関して言うと一番少ない水量で拭くとこんな感じで、で最大だとこれぐらいですね。最大だとちょっと空拭きをしないとですね若干厳しいのかなっていうところはございます。実際今回のこの製品、稼働時間とか対応可能な面積っていうところで言うとこの Dbot N20 Pro Plus の製品はですねスペックとしてはだいたいね最大稼働時間300分で最大水拭き面積としても205平方メーターのですね面積を、一気に掃除することが可能みたいな感じなんですよね。なんで都会のですね 2LDK とかそこら辺だったら余裕ですね。その他にも部屋の中を自由に移動できるように段差を、20ミリの、段差であれば飛び越えたりできたりとか、あとは、落下防止機能とかもあるので、玄関のねところに落ちてしまうとかそういう危険性もないのでそこら辺のところは使いやすいかなと思います。今回のこの製品8000パスカルの強力吸引力っていう形で Dbot N20 Pro Plus はですね、結構ね、吸引力が高いんですよね。これ上位機種とかそれこそ、他社のですね結構ハイスペックモデルに匹敵するような吸引力を持っていまして、それなので掃除の出来具合に関してはですねゴミを吸い取れないという動作はほぼ感じないかなというふうに思います。水拭きしたいとき空拭きしたいときで本体のアタッチメントを交換する仕様になっているのでこの点は上位機種だとそういった手間がないので若干面倒くささっていうのは感じますね。で今回のこのモッピングに関しましてはオズモプロ 2.0 モッピングというですねちょっと面白い、モップの書き方をしていて見てもらってわかるようにお尻がちょっとキュッキュッキュッって揺れてるのわかります？これって、まあ、いわゆるですね皆さんが床を拭くときに手でフッ拭くと思うんですけどもその動作をロボット掃除機がやってくれてるんですよ。これ、手洗いより5倍速い 6N の加圧を加えた上で拭いている形になるので、まあ、頑固なシミだったりとかそういったものをですね、比較的、取りやすくしております。もう少しで掃除が終わると思うので、こちらねもう少しして、掃除が終わったらですねメンテナンスの方をしていこうかなというふうに思います。終わりました。これからメンテナンスを行うんですが、まずいいのが、これ先ほども言ったように、手を汚すことなくゴミを捨てられるっていう機能が備わってるんです。今吸ってきて吸ったゴミっていうのをこっちのタンクの方に移しているんですが、このゴミタンク捨てる際ですねボタン操作が簡単で手を汚さずにパッとするだけでゴミ箱にもう、捨てることが可能になっております。でさらにはなんだけども、こちらの製品ですね、ロボット掃除機の下の方のですねいわゆるブラシ類とかに関しましても簡単に取り外しができますしこのブラシに関してもですね、毛の硬さが異なる2種類のブラシが交互に配置されている形になっているので実際に掃除後に見てみてもですね毛がほとんど絡まってないんですよね。なのでこのブラシの掃除っていうのもすごいしやすいなって思います。で水に関してはですね余ったものに関してはタンクから抜いておいた方が衛生的にもいいんじゃないかなと思います。でこちらの掃除機ね排気ってところもしっかり考えていてさっき捨てたフィルターあるじゃんこの N20 Pro Plus ではですね、使ってみて排気の匂いも気にならない仕様っていう形で4層構造の処理能力っていうのがあるんですよ。これによって匂いが漏れてくるっていう心配もほとんどないのでそこも結構ありなんじゃないかなっていうふうに思いました。皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね Dbot の N20 Pro Plus のレビューをさせていただきました。水拭きを重視しない方およびゴミ袋の交換が面倒な方にはとても足りな製品だったんじゃないかなっていうふうに思います。で、実際に使ってみた感じとしても、普段使ってるのがスイッチボットの、やつなんですがそれと比べてみてもほとんど吸引力っていうのは変わりません。で、静かさっていうところに関しては正直なところ言うと今回の Dbot の N20 の方が若干静かではあったんですよね。
また収集をするときにおいてもですね、ゴミを吸い上げるっていうところも結構静かであったので、夜間運転させるのも結構いいんじゃないかなっていうふうに思います。サイズ感的にも程よいサイズ感であったので、正直2台目のロボット掃除機っていうところでは十分なスペックかなっていうふうに思いました。で、実際のところ、使ってみて不便なところありましたかっていうふうに言うとですね、不便なところは1個だけあって、やっぱり水替えをするっていうのがちょっとしんどいよね。モップのところ、あそこがさ、個別タンクになってないからこそ、水を入れるっていう作業が必要だし、なおかつ、汚くなったモップとかも自分で洗わなきゃいけないっていうところがあるので、水拭きっていうところの点がやっぱりね、今までの、ハイスペックモデルとかと比べると、ちょっと使いにくいなとはやっぱり感じましたけども、それ以外のところに関しましては非常に使いやすい機能が、盛りだくさんでもありましたし、あとね、マッピング機能がやっぱり早いのよ。上の方にレーダーあったでしょ、あれによって瞬時にマッピングをしてくれるので、一昔前のミドルスペックのロボット掃除機とはやっぱり一味も二味も違うなって感じがしました。今回はこんな感じで Dbot の N20 Pro Plus をご紹介させていただきました。ぜひ皆さんですね、こちらのロボット掃除機いいなって思った方いらっしゃいましたら、僕の概要欄から購入してみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃん。